どうもこんにちは、川村です。前回の投稿からまたもや日が空いてしまいました。何をしていたかは聞かないでください。今日はゲーミング環境構築プロジェクトの第2弾です。前回格安マウスから高級ゲーミングマウスに乗り換えたわけですが、今のところとても気に入っています。まず見た目がかっこいい、マウスを触るのが楽しくなります。ゲームをしないときは Bluetooth にしているので充電も結構持ちます。充電の時は優先になりますが、それでも線が柔らかいせいか邪魔だとは感じません。そんな感じで快適なゲーム環境になったわけですが、まだ問題があります。キーボードがゲーミング仕様じゃないんです。マウスをゲーミング仕様に変えた以上、キーボードも変えないと気が済みません。でも今使っているキーボードめちゃくちゃ気に入っています。メーカーは富士通製で FKB88769-052 という製品。安心と信頼のメイドインジャパンです。正直時代から取り残された感が否めませんが、良いキーボードであることは確かです。このキーボード、まずキー配列が完璧なんですよね。日本語配列の10キーレスで、必要なキーが必要な大きさで必要な位置に配置されています。スイッチはメンブレンですが、価格は7000円くらいします。メンブレンの中では高級な部類です。安物のメンブレンによくあるぐらつきなどは一切ありません。ソフトな打鍵感で打った時の音も静かです。もう5、6年以上使っていますが、キャップの文字のかすれといったことも一切ありません。かなり丈夫でしっかりした作りです。横から見ると面がカーブド構造になっていて、手が疲れない工夫がされています。実際何時間打っていても手が疲れません。欠点を挙げるとすると、やっぱり面ブレンなので打ち心地がスムーズとは言えません。押すと面ブレン特有のグニャッとする感じがします。まあ川村はもう慣れたんで気にはなりませんが、メカニカルに慣れた人は違和感を感じると思います。というわけで前置きがかなり長くなりましたが、要は今のキーボードがすごく気に入っているということです。その代わりとなるキーボードが果たして見つかるのか、時間をかけて探した結果、今回購入したこのキーボードに行き着きました。 HyperX の ALL Origins Core というゲーミングキーボードです。このキーボードにした一番の理由がキー配列です。今のメンブレンキーボードと配列がほぼ同じになっています。キー配列が変わると慣れるのに時間がかかってしまいますからね。もう今の配列が体に完全に染み込んでいるので変えることは不可能です。あと決め手になったのが価格です。 Amazon のセール特価で9980円になっていたんですよね。普段の価格より2000円ほど安くなっていました。出た当初は1万4000円くらいしていたようなので、今はかなりコスパが良くなっています。キースイッチが赤軸だったというのも決め手です。チェリー MX 製ではなく HyperX 独自のリニアキーです。できる限り静かなスイッチにしたかったので赤軸を選びました。 PC だけでなく PS4 や Xbox に一画差しもできるようです。 Made in Japan! Made in Japan! 愛が広がる。持ってみた感じたのがずっしりとした重厚感です。ボディにアルミ素材が使われているためでしょうか。付属品は簡単な説明書とケーブルだけです。ケーブルは片方が Type-C ともう片方は USB2.0 となります。ケーブルの取り外しができるのは嬉しいポイントですね。川村の自作 PC チャンネル。重さは 900g あるのでややずっしりしています。質感は思っていたよりいいですね。マウスの時も感じましたが、質感って画像ではなかなかわかりません。画像は微妙でしたが、実際触るとクオリティの高さに驚かされます。私が駆け出しだった頃はメカニカルといえば PFU のハッピーハッキングやトープレのリアルフォースが有名でしたが、どちらも高級キーボードで手が出なかったんですよね。まああれらは静電容量無設定なのでとりわけ高いんですけどね。今こうしてメカニカルを手にすると何か感慨深い思いがします。探すにあたって今回は有線キーボードにしましたが、本当は無線のキーボードにしたかったんですよね。無線だとロジクールの G913TKL が良さそうだったんですが、価格が3万円近くします。おすすめしている人が多くて軸交換も可能なんですが、さすがに3万円は出せないので今回は断念しました。というより無線だとマウスと違って充電が持たないっていうのもあって、常にケーブルを差しっぱなしになりそうな気がして意味ねえっていうのもありましたけどね。ゲーマーに一番人気なのがスティールシリーズの APEX PRO TKL というキーボードなんですが、銀軸なので普段使いには厳しいのと、あれも3万円するくらいするので手が出ません。いつかプロゲーマーになったら買おうと思います。この動画は iPhone のカメラで撮影しているんですが、 iPhone のカメラだと白飛びしまくるんですよね。本気でミラーレスにしようか考え中です。インテルの第11世代のマシンも組まないといけないので金欠が加速しそうです。中国 OEM で100万円失ったのが痛すぎました。もう OEM は二度とやりません。
話がそれましたが、今回キーボードを購入するにあたっていろんなキーボードを調査しました。最終的に絞り込んだのがロジクールの G Pro X とレイザーのブラックウィドウライトだったんですが、どちらも青軸だったりオレンジ軸だったりしたので、結局今回は赤軸のアローオリジンズコアにしました。ちょうどセールとかで安くなっていたのもありますしね。ボディはパッと見プラスチックに見えなくもないんですが、実際はアルミが使われていて耐久性も申し分なさそうです。押した時の感覚は赤軸特有のストンと落ちていく感じです。メンブレンのような一定の力を入れた時にゴムがグニャッとなる感じとは全く違います。やはり赤軸はメンブレンと違って打鍵感に癖がないですね。キーを外して中のスイッチの感触を確かめてみました。ポチ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 。私は一体何をやっているのでしょうか。生まれてきた意味がわからなくなってきました。かっこよく撮影しようと思って頑張ったんですが、これが限界です。 iPhone のカメラを近づけすぎると恐怖の白飛びが待っています。これも実際の黒と違ってグレーっぽくなってしまっています。決してレンズに指紋がついているわけではありません。これとか特に白飛びが顕著ですね。ミラーレスカメラとマクロレンズが欲しいです。あとこういう電動スライダーとかも欲しい。物欲が臨界点を超えています。今のキーボードと並べるとこんな感じ。幅約36センチ、奥行き約13センチです。これまでより若干コンパクトになりました。重ねるとこんな感じ。高さは約 3.5 センチです。ちょっと重たいんですけど。私のこと、デブって言いました?いいからどいてください。苦しいです。はい、デブって言った。もう泣く。川村の自作 PC チャンネル、キーボードをパソコンにつなげます。パソコンにつなげたらいきなり光り出したので少しビビりました。光るの嫌いじゃないんですが、これは想像以上に派手ですね。高級マウスと並べてみました。どっちもブラックなので違和感はないですね。この光り方が個人的にかなりうざいので早く何とかしたいです。さらに近づいてみました。何のためにこんなに近づいたのか今編集している時点で思い出すことができません。とりあえず撮っておこう程度の軽い気持ちだったと思います。なんかさらに近づいています。もしかするとこの時の川村はこの光を気に入っていたのかもしれません。今は撮影を始めてすでに14時間が経過しているせいか、この光を早く何とかしたくてしょうがない気持ちでいっぱいです。カーテンを閉めて暗くするとこんな感じ。おじさんの弱った目にはこの光はもはや刺激が強すぎます。光り方のプロファイルは3パターン保存することができます。 FN キーと F1、F2、F3 キーでプロファイルの切り替えが可能です。さらに FN と矢印キーの上下で明るさの調整ができます。次にカスタマイズソフトの演入授乳無入イティ。しかしここで問題が発生。ソフトを起動するために最初にファームウェアの更新を求められるんですが、そのファームウェアの更新に何度やっても失敗します。ググったらやっぱり他にも同じ現象の起きている人がいたみたいで、個別でファームウェアをインストールしたことで無事解決ができました。こういうことがあると結構時間が取られてしまうので困ります。N10GNUIT の評判もあまり良くないみたいですし、物は良くてもソフトがダメダメってまあよくあるケースですよね。そのソフトを見ていきましょう。初期状態だとプリセットの一番に波が設定されています。一旦波の効果を削除します。次にトリガーを試してみます。トリガーはキーを押した時の効果となります。爆発を選択した場合、キーを押すたびにこんな感じで光ります。次に一通りの効果を確認してみます。呼吸です。光がゆっくりと点滅します。紙吹雪です。個人的にこの紙吹雪の効果が気に入りました。カラフルで控えめなところがいい感じです。紙吹雪の光り方はこんな感じ。
映像だとよく伝わらないかもしれませんが、実際はもっと色鮮やかで控えめな光り方をしています。スワイプです。光が左から右へ移動します。無地です。設定した色を単に光らせるだけです。黄昏です。ランダムなキーがポツポツと点灯します。これも地味なところがむしろ個人的には好みです。波です。デフォルトにセットされているパターンで派手な光り方をします。この光り方は個人的に無理。3です。太陽のようにさんさんと光ります。マウスを白に光らせているんでそれに合わせようと思ったんですが、問題が発生しました。見てください。スイッチの赤がむき出しになっているせいで白が美しくありません。これはちょっと今見てもないな。シャレオツだと思ったスイッチですが、思わぬところで足元を救われた感じです。悩みましたが LED をホワイトにするのは諦めました。スイッチの赤が目立ってしまって微妙すぎます。その後単色でいろいろ光らせてみましたが、どれもしっくりきません。結局最初に良いと思った紙吹雪にすることにしました。若干派手な気もしますが、個人的には許容範囲です。最後にキーの動作チェックをします。 JS で組まれた押したキーが埋まっていくサイトを使いました。一通り押しましたが問題はありませんでした。一部入れ替えているキーについては未確認ですが、まあ大丈夫でしょう。キーの同時押しチェックも行いました。複数のキーを同時押しして反応を確認します。こちらも特に問題はなさそうでした。ゲームだとこういうところが重要になってきます。ちなみにこのキーはアクチュエーションポイントが 1.8 ミリでストロークは 3.8 ミリとなります。反応が少し早くなりましたが、特に誤爆もなく問題はなさそうです。川村の自作 PC チャンネル。というわけで今回は HyperX の RO Origins Core の紹介でした。今まで主にメンブレンのキーボードを使ってきましたが、やっぱりメカニカルキーボードは最高でした。ここまで何時間かタイピングをしていますが、特に疲労感もありません。キー配列がこれまでとほぼ同じなので、タイプミスといったこともありません。すでに手に馴染んでいます。メンブレンだとスイッチにラバーを使っているんで、入力した時にグニャッとする感触がありますが、赤軸は一切引っかかりがなくストンと落ちていくので、打っていて心地よいです。結局このキーボードをほびちぎることになってしまいましたが、個人的にはあのメンブレンが最強だと思っていたので、正直なんか悔しいですね。でも良いものは良いと素直に認めるしかありません。強いて欠点を挙げるなら、あのエンニュングニュイティ、すでに30回くらい入力しているはずなのに未だにスペルが覚えられません。発音に関しては論外です。何ですか、エンニュングニュイティ。おそらく脳みそに記憶されることは永遠になさそうです。ひとまずこれでゲーム環境が整いました。あとはゲーミングモニターとゲーミングチェアが欲しいところです。お金がいくらあっても足りません。お金のことはあまり言いたくないんですが、これまで YouTube の動画投稿にかけてきた膨大な時間を思うと、プライスレスにも程がある感じです。早く収益化したいですが、全く見通しが立たない状況です。皆様の温かいチャンネル登録をお待ちしております。それではまた、ご視聴ありがとうございました。